大人たちが太平の天下を貪っているとき、少女たちは今戦国時代に突入していた。全国の裏番長の連合組織全中裏による恐怖と暴力の支配が開始され、すでに全国の8割の中学その支柱に収められたのだ。しかしただ一人その邪悪なる野望を打ち砕かんとする少女がいた。その名はクラクアスカ。あすか組健三。もしも別れない。